緑橋駅、緑橋、大阪ですね。で、なんでここなの？現役時代の体に戻すとかなんとかちょっと噂を聞きつけて。現役時代は無理。え、現役時代に戻るって聞いたから今日僕大阪まで来たんですけど。わざわざ。はい。ちょっと痩せたいなと。はい。牧野くんが引退発表しまして、はい、昨日ちょっと電話で喋ったんですけど、はい、のぶくん太りすぎと。牧野はこのオフ期間中に 2.5 キロ痩せたと。俺は食わないと痩せるタイプ、まあ、J リーガーとかサッカー選手以外でもスポーツ選手は、はいはい、痩せちゃう人と太っちゃう人、維持する人は少ないんですよ。俺バンバン太る人。もう行こう、とりあえず、はい。まあだから牧野的にはもう食べないと痩せちゃうよって言ってたんだけど、ノブくんは太りすぎと。ノブくんは太りすぎ、はい、やばいよと。まあ各方面から大きくなられましたねなど、はい、ね、いろいろ言われてるんですけど、育ち盛りですからね、ね、ちょっとスイッチ入れようかなと、はい、少し実はね、そこを相談したんですよ、知り合いの方に、はい、お、韓国語教室、韓国コスメ、トータルビューティーサロン、送信、疲労回復、耳つぼジュエリー、ドライヘッドスパ、要は何でもやってくれると。何でもやります。あと韓国語の教室と韓国語のコスメも売ったりしてるんで、はい、何でもあります、はい、ここのね、はい、代表とね、実は友達で、はい、相談したところ、もう私に任せろと、はい、もうなんで今日緑橋です。なるほど。なのでとりあえず行ってみます、はい、ということで加藤信弘のどんでもじゃい痩せる企画でございます。はい、おはようございます。おそらくここよね。新車中に中に埋めた、すごいね。大丈夫？いや、これはこれはなかなか味のある感じで、ファミリータイズ CO.ガネス。ガネス。こういう見てください。いろいろやってますんで。ちょっと鳴らしてみましょうか。こんにちは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 。え、中に天国があった。見て。こんにちは。こんにちは。どうぞ。はい。じゃあ失礼します。ギャップがすごいですね。失礼します。どっちの色がいい？白。待って。何やってんすか。健康状態、うん、良好ちゃいます。健康状態良好、肥満度気になるの全部。確かに面影ゼロ。いつから知り合いなんですか？3年で、あれは3年前、これらの3年時間は、3から5、ちょっとね、睡眠不足も良くないですよね。良くない。自律神経乱れるので。あ、乱れてますね。運動はそんなことあります？プロフットゴルファーってアスリート言うて、運動の聞いたことないです。フットゴルファーやってるけど、定期的にと思う。これで、まあ、サイズとか測っていって、はい、ということですね、はい、とかなってどうサイズダウンしていくかっていうのですね、はい、もちろん送信をしたから、機械を通したからだけでは痩せないので、はい、しっかりご自身でもメンテナンスっていうのは続けてください、はい、食事制限はないです。いいですか？食事制限
ないですか。暴飲暴食、まあ痩せたいかどうかですよね。本人のやる気次第、ね。はい。いや、そこはもう、はい、痩せたいです。だから暴飲暴食はだって太っちゃいますもんね。そうですね。だから本気度が分かりますよね、ご自身の。適度だったらいいってことですよね。そうですね。ご自身で気づくと思います。ちゃんとやれば結果は出るようですもんね。もちろん。出ないってことは、はい、どこかしらで不正生してるってことですよね。はい。はい、よろしくお願いします。それでは着替えてきます。はい。わーわー。デブやな俺。うーわ、おもろ。すんごいよ。体重乗りましょうか。じゃあ今から乗ります。はい。はい。何キロ？全然見えない。91.2です。その顔見て反応やばいよ。すんげえ顔してるよ。91.2でそこまで来られたら100で来てほしかったですね。ね、中途半端ですね。いやそこ行けんかったら90行っただけでももう万々歳ですわもう。もともとどれぐらいでした？83。現役の時、はい、77から83で引退した時か だから8キロぐらい。なかなかいいね、この日のために仕上げたきったっすね。8キロ。80で何キロ いったらいいですか？85。あのね、ちょっとお伝えします。はい、人間体重ではなく体型です。じゃあ体重はいいってことですか？別に。そうですね、体型ですね、大事なのは。だって体重より、そうです、体重が大事なのではなく見た目、体型。それ大事です。そうなんですよ、またモテたいです。そうなんですよ、体型が大事なんですよ。はい、うん、だから筋肉量とかによっても体重って変動しますよね。脂肪分なんていうよりかは。そうなんですよ、僕も77キロから83になったのはやっぱり筋肉量の問題なんですよ。そうですよね、はい、なのでそれが太ってしまってで。お腹がすごい。で、そう、大事なのは体型ですね。何ヶ月？こいつですね。ね、なんか夢と希望がちょっと詰まってますよ。ね、溢れそうなので、はい。どうですか？ちょっとね、この辺とかだとちょっとたるみとか出てきてます。ね、はい、年齢の、うん。なので大事なのは体重じゃなく体型です。体重じゃなく、もうかっこいい体に戻しましょうと。そうです。そういうことですね。OK です。っていう感じで頑張ります、はい、でも一応測るんですよね、今から。そうですね、はい、一応測ります。はい、はい、じゃあもう始めていきますか。はい、お願いします。はい、俺とりあえずさ、はい、俺全部今体知らなきゃいけないから、はい、測ってもらおう。はい、97です、今バス97、バス97です。多分次100オーバーします。全然94、バストよりウエストの方が細いです。うん、でもさ、やっぱお腹もっと交差してもよかった。えぐない？やばい。それでも結構いかんよ。ああ、上のウエストで94.5ですね。はい。ヒップはでかいよ。一番に自信ある。どういう話？一番自信あるってどういう話？ああ、100。うわ、俺のヒップ100。これいい100ですもんね。これいい100だから、上から96、あ、97か、97、94、100です。97、94、100。爆弾ワーディ。ダイナマイトボディですね。爆弾、そう、ダイナマイトボディ。でもダイナマイトボディやのに今ちょっとわがままボディになってるんで、ちょっとね、もう思ってるよりね。今ってやっぱキーパー飛ぶ上でちょっと困ってたりします？そのなんかちょっと飛びにくいなみたいな。飛びにくいはないけど着地重いなは思う。ああ、腕はでもちょっと筋トレしたら太くなっちゃうかもしれないです。逆にそれはでもだからかっこいい、大事なのが体重じゃなくて体型だからですね。大丈夫です。はい、今カッピングしてます。はい、今うちで一番人気ですね、やっぱり。うん、もうじわじわ来てるもん。これはね、筋膜が剥がれるんですわ。うんうんうん、だからこのもう本当に何て言うんですか、色がね、うん、
まあ異常ないよおかしいけど、うん、体の疲れ筋肉がとか老廃物が溜まってないとかはね、うっすらピンク色なんですけど、うんうん、あのねもうちょっと老廃物溜まりまくってる人はねもう本当にどす黒いね紫色みたいになるんですよ、はい、初めて出会った時からやっぱトーク力、はい、すっごいもういい子やし、はい、もう何ていうんですか顔はおいいや何も言ってないよ顔はねあのもちろん綺麗なんですけどそれ以上ねやっぱこのキャラクター、うんうん、でこれにお客さんはたくさん癒されてるんじゃないかなって思ってます。針刺したら爆発しそうですね。そうでしょう、うん、でもこれやっぱ人気ですね今一番。色どう、うん、色紫ですね。あそこね分かるよ、リンパがね一番詰まりやすいところなので、うん、あとキーパーやってたからね左肩も痛い。こっちの方が痛いですね多分右よりね、はあはあ、あと今のとこ痛かった。そうですねここですね、はあ、すごい紫になってるのでここもやばいですね。はい、で、あ、はい、老廃物の排泄ポイントとトリガーポリンポイントってあって、何トリガーポリントですかトリガープリントですかポリントですかポリントっていうポイントがあって、はい、トリガーポイントね。そうなんですよ、自分が思ってるところとは違うところが凝り固まってる場合も結構いらっしゃいますね。思ってるより、だから腰が痛いけど本当の原因は腰じゃなくて他のところにありますよってことね。そうなんですよ、それがやっぱり色で分かるので結構こんなもんこれぐらいの色になるのよく普通っていうか。そうですね、もっとひどい方もいらっしゃいますし全然出ない方もいらっしゃる、うん、僕どんな感じですか、なかなかいい反応してます。そうですね、いい感じに反応してくださってますね。じゃあ今からちょっと韓国語でいろいろやり取りしましょう。そうですね、はい、おっぱいよじめ飲む間にされちゃったよ。おいえ、おっぱいちょっと太りすぎてやばいですよ。お、すごい、なんでよかったんですか、やばい、すげえ、なんでよかったお、お好きなの、うん、オーマイガー、ここが一番やばいですね。ここ、はいはい、ですね。やっぱ自分のイメージ通りです、それは。そうですよね、分かってる。はい、OK、じゃあ今からもそのままラジオ音を流していきます。はい。温めていきます、まずね。脂肪は筋肉の層の上にあるんですよね。そうです。で、本来は、いくらぐらいの大きさしかないんですか。いくらちゃん、そう、いくらちゃんぐらいしかないところに老廃物とかが溜まって肥大化していく。これ肥大化してます。あの以前のご自身と比べてどうですか。はい、点々点丸です。太っとるかな、だいぶ肥大化しとるかな温めてクラッシュして、まずは肥大化した脂肪を小さくしていく。ありがとうございました。ありがとうございました。まず感想としては、忘れかけてたあの体を大切にする気持ちを、うん、まず痩せるっていうこととは別として、あのより蘇らせてもらったかなと思っております。うん、でも素敵な空間、外のビルとのギャップ、うん、本当にそこに驚かされましたが、もう本当ね、異世界へようこそ。はい、異世界でしたけれども、うん、あの韓国語の先生もしてますし、こんにちは、こんにちは、あのまあこういうところとか、あとはもうね、すごいもう先生がもう自信を持っておすすめする商品も出てますのでチェックしていただいて、あとはまあ僕自身もね、あのもちろん痩せたいっていうところで、体重っていう話よりは体重量はかっこいい、ね、体を戻しましょうということで、今日はそういうお話させてもらったので、まあ多分そうすると体重もね減ってくると思いますし、あとはちょっと僕美意識が出てきましたので、はい、ちょっとシワとかね、いろいろ肌なんか 体内からもそうですけど、あのしっかり意識してこれから生活していきたいと思います。はい、はいはい、思ったよりね、体は疲れてるっていうことがね感じれたりとか。はい、そうです、もう疲れてましたね。はい、今もうすっごいスッキリしてます。
なので、まあ、ちょっと定期的に通わせていただいて、ね、その模様はどんなもんじゃいで、ちゃんと最後しっかりバキッとした かっこいい体に戻って、はい、報告しようと思いますので、はい、楽しみにしててください、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。加藤信弘と牧先生のどんなもんじゃいでした。イエーイ。中央線の緑橋駅が30秒にある廃墟でやっております。韓国語クラスドライヘッドスパ、耳つぼ獣駅とエステトータルビューティーサロン、あなたの、緑橋のときめきサロンです。何か あなたのときめきが見つかるときめきサロン、どうぞ来てください。ときめきました。そうなんです、緑橋のときめきサロンって言ってるんです。ときサロです。ときサロで YouTube、 あ、 YouTube やってなかった。インスタこちらです。これも面白くないですか。はい、もうこういう感じで YouTube やってなかった。